声優の音大下健、24歳、刑事。今僕は先輩の高山さんと一緒に犯人が出入りしているという情報を聞きつけ、あるホテル街で張り込みをしていた。張り込みはとにかくバレてはいけない。いかにその場所に溶け込むかが大事になってくるのだが、ねえ見て、超かわいい犬。ねえねえどう思う？まあかわいいね。あー嫉妬。何が？私とどっちがかわいい？犬かな。そんなのやだ、泣く、超泣く。あー嘘だよ、嘘。嘘なの？じゃあどっちがかわいい？君かな。それじゃダメ、ちゃんと顔見て言って。顔見たら言いにくいな。言ってよ、顔を褒めて、顔可愛いって褒めて。わかったよ、顔可愛いね。もうバカ。あー犬がどっか行っちゃう。待て、ちょっと待って、待ってくださいよ先輩。ジー大下、今その呼び方はやめろ。犯人に気づかれたらどうするんだ。でもこれ無理ありません。バカ野郎、今は張り込み中なんだぞ。犯人に変装がバレたらどうするんだ。逆にバレません？何がだ。だってなんで男である先輩が女役をやるんですか。しょうがないだろ、署内で俺が一番女っぽいってことで選ばれたんだから。どこがですか、こんな肩幅の女性いないでしょう。水泳の元国体選手の設定だよ。知りませんよその設定。大下、これだけは言っておくが、あくまでも設定だ。いくら可愛くても俺で胸キュンするのは勘弁してくれよ。するわけないでしょ。こんなこと言ったらあれですけど、先輩の女役気持ち悪いですからね。え？意外でした？ごく真っ当な意見だと思うんですけど。とにかくだ、これは任務だ。犯人にバレないよう張り込みするため、我々は愛し合っているカップルを演じるんだ。分かったな。分かりましたよ。場合によってはあれやこれやもあるからな。何ですかあれやこれって。キスとか。なんでですか。だから任務だと言ってるだろ。それは別にやんなくてもバレないでしょう。だから場合によってだ、別にキスがマストではない。そういう気持ちでやってくれということだ。わかりましたよ。よし、じゃあ張り込みを続けよう。ねえねえねえ、そこまでよく入り込めますね。キスする？なんでですか。ちょっと女に恥をかかせる気？いや流れおかしいでしょ。バカね、女ってのはいつでもキスしたいもんなんだぞ。女じゃないでしょ。もう照れちゃって。じゃあこっちから行くぞ。ちょっとちょっと待ってください。なんだよ先輩、さすがにおかしいでしょ。大下、もっと自然にやってくれよ。いやね、自然だとしたらあの流れでキスするのはおかしいでしょ。いいか大下、恋人ってのは盛り上がったらキスをするんだよ。盛り上がってないでしょ。俺だってしたくないよ。でもこれは張り込みだから。そうですけど。大下、俺らの目的は何だ。犯人を捕まえることです。そうだよな、それには俺らが刑事だとバレたらまずいよな。はい、じゃあキスしよう。なんでそうなるんですか。だからバレないためだよ。いいからキスするぞ。いや無理ですよ、せめて女性を演じてくださいよ。わがままだな。わかったよ、じゃあお願いします。先輩、何目をつむってるんですか。早くキスして。俺からやるんですか。当たり前でしょ、普通男からするもんでしょ。無理ですって、せめてしてくださいよ。もう注文が多いな。お願いします、自分からは無理ですって。じゃあ俺からするから目つむってくれ。わかりました。はい、じゃあ行くぞ。お願いします。場所柄しょうがなく男女の設定で張り込みをしているが、どう考えたって無理がある。でもこれは犯人を捕まえるまでの我慢。俺は覚悟を決めた。その時だった。ちょストップ。なんでだよ、今一番いいところだろ。電話です。電話、別の張り込みチームからです。じゃあ出ろよ。はい。あ、もしもし。おー、そっちはどうだ。え？あ、そう、わかった。はい。どうした？あの、
別の張り込みチームが犯人捕まえたそうです。ああそう、それはよかったな。はい先輩、じゃあ署に戻りますか。そうだな。じゃあとりあえずキスだけして戻るか。ですね。いやしねえわ。